アドマイアキスとは日本の競争馬である。主な勝ち倉はチューリップ賞、ローズステークス、愛知杯、京都品馬ステークス。2005年7月10日に阪神競馬場の新馬戦でデビューするが、直線が塞がる不利もあり2着に敗れる。続く未勝利戦では、花さの2着、中1周で臨んだ未勝利戦を5場審査で優勝して、初勝利を挙げ、休養に入る。 レン明け2006年、初めて安城に、竹豊を迎え3月のチューリップ賞に挑む。半年振りの実戦、一勝馬のみでの格上挑戦であったが、テーエムプリキュアに次ぐ2番人気に、支持され勝利。これにより、自走の大歌賞では1番人気に、支持されるが、キストヘブンの2着に終わる。続く、優秀品馬では再び1番人気に押されたが、 川上プリンセスを差し切れず四着に終わった。秋の GI 戦線に向けての初戦は、ローズステークス。シェルズレイが後続を大きく引き離して逃げたが、最後は追い込んで勝利を収めた。そして、大歌賞オークスに続いて一番人気に押された、秋歌賞では、貧馬三冠競争の最後の一冠を目指してのレースとなったが、最後の直線で伸びきれず四着に敗れ、続く。 エリザベス女王杯でも6着と敗れた。年内最終戦となった愛知杯では、トップハンデを背負いつつも、一番人気に押される。レースでは、同中4番手を追走すると直線抜け出し人気に、答え優勝し、3つ目の重賞を獲得した。なお、安城信は、愛知杯初勝利であった。年が明け、小馬となった4歳シーズンは、追い込んでは届かずのレースが続き、 7戦して最高着順は、府中品バステークスと連覇を狙った愛知杯の3着が最高という成績だった。さらに、アドマイアオーラの問題もありたけ豊が安城から下ろされてしまう。しかし2008年初戦の京都品バステークスで差し切り勝ちを収め、1年2ヶ月ぶりに重賞4勝目を挙げた。なお、この勝利は、 サンデー・サイレンス3区の JRA 通算2700勝、安藤勝美の JRA 通算800勝と記念の勝利であった。その後ビクトリアマイルに向けての調教が積まれていたが、2月27日に右大三、中手骨の骨折が判明。手術が行われ無事に成功したが3月4日に、静養中の立東トレーニングセンターのジバボーにて、戦痛を発症し、 苦痛で暴れた際に患部に新たな開放骨折を発症。予後不良と診断され安楽死の処置が取られた。その一週間後、立東トレーニングセンターでファンを招待したお別れ会が催され、関係者とファン合わせて約100人が出席した。ありがとうございます。